BTS のジンが毎1ピックの週刊ランキングで1位に浮上し、その人気を見せつけた。ジンは5月第1週、4月29日から5月5日の毎ンピック、K-POP 個人部門投票で644万1752ハートを獲得し、週刊ランキング1位を獲得した。ジンは2月第5週から5月第1週まで10週連続で週刊ランキング1位を獲得し、 強いファンダム力とグローバルな人気を見せつけた。月間ランキングでも1位を獲得し、圧倒的な存在感を示した。ジンは4月に合計1億2077万6800ハートを獲得し、圧倒的な勝利を収めた。その結果、今年1月から4月まで4ヶ月連続で月間ランキング1位を獲得した。また、先日マイワンピックが実施した、2024年マイワンピック四半期決算。 2024ベストマイ1ピックテーマ投票では投票率38.65%で四半期トップスター1位を獲得した以前にも桜が見たいスターは黒髪のアイドルはなどのアンケートで1位を獲得しており兵役以外でも世界的なスーパースターとしての影響力を証明している一方2022年12月に陸軍の現役兵として入隊し 新兵訓練所の助手を務めたジンは、6月12日に除隊する。ジンは5月2日、徴兵前の空いた時間に録音した、N 月即陣の内容を通じて最後の言葉を発し、今年の5月もよく戦ってください。そして私がすぐに皆さんのそばにいることを忘れないでください。また会いましょう。さようならと語り、ファンを熱狂させた。BTS ジンは、 マイワンピックの K-POP 個人部門で10週連続1位を獲得し、他の追随を許さない新記録を打ち立てた。否定できないカリスマ性と圧倒的な歌唱力で広く認められているジンは、その独特のカリスマ性と否定できない魅力でトップの座を維持することに成功した。非常に厳しい競争の中、世界中の忠実なファンが迷うことなくジンをワンピックに選んだ。アーミー BTS ファンからの圧倒的な支持は、 ジンをこの驚くべき勝利に導いた。ジンは BTS のリードボーカルとしてだけでなく、俳優やイベントの司会など、様々な分野で多彩な才能を発揮している。彼の天性の魅力と音楽芸術への揺るぎない献身は、ファンの目から見ても文句なしの人気者となった。ジンは短い生命の中で、この旅を通して彼を誠実に支えてくれたファンに感謝の意を表した。彼は、 これからも自分のキャリアにベストを尽くし、貴重な瞬間をファンと分かち合うことを約束した。今回の快挙で、BTS ンは K-POP 界で紛れもない存在であることを改めて証明した。ファンはジンが次に何を見せてくれるのか待ちきれないし、ジン自身も忠実なファンとの次の瞬間を謙虚に待ち望んでいる。